極技飛行、極技飛行とは、航空機によって、普段は行わない特別な飛び方をすることを広く指す、用語である。極芸飛行、アクロバット飛行などとも称される。英語の、エアロバティックスという表現は、エアロイコール空中のということ、エイクロバティックスイコールアクロバットという語から作られた表現である。観客を楽しませるための航空ショー型と、技能を競う競技型の2種類に分かれる。 航空ー型は、変態飛行、スモークで空中に模様を描く、模擬空中戦などを行う。競技型は、国際航空連盟が管轄する、選手権や民間主催の大会が行われており、タイムを競うエアレース型と技の難易度や、完成度を競うエアロバティック型にさらに分かれる。曲技飛行を分解し、個々の曲技や動き方に着目するときには、エアロバティックマニューバーと呼称される。 イギリスのターリー・バターリーによるボーイング・ステアマン、モデル75を使用した演目、ウィングウォークも同時に行われている。第一次世界大戦終結後の服用機の時代から存在しており、長い歴史を持つ。第一次世界大戦で職業パイロットとして空中戦を経験しながら高い飛行技術を習得したものの、戦争終結後の平和と戦艦機の軍縮志向から、 食に破れてしまった元軍人パイロットたちが、その技術を活かして航空機による曲芸を披露しつつ、各地を巡業したことから発展してきた。こういった経緯から、比較的早い段階から航空機に馴染んできたヨーロッパやアメリカなどの欧米圏では広く知られるものとなっており、軍民を問わず曲技飛行隊も多数存在している。かつては飛行中に服用機の翼の間を歩いたり、 隣の機体に飛び移るウィングウォークが行われていたが、現代では翼に体を固定し演技するスタイルが主流である。日本の航空法では第91条で規定されている。操縦士には必須の技能ではないため、試験では曲技の技術の訓練は行われない。多くの軍隊では危険回避や姿勢が崩れた状態から立て直す技術を学ぶため、基本的な曲技を訓練している。 曲技飛行隊でなくても、航空祭などでは飛行教官が練習機で技を披露することも多い。アメリカでは操縦資格を取得済みのものに曲技飛行の訓練を施す専門の学校が多数存在しており、室屋義秀のように技術を学ぶために留学する者も,も多い。実家の航空学校内に曲技専門の学校を設立したマイケル・グーリアンなど曲技飛行士の多くは、 曲技飛行の教官としても活動している。ハンマーヘッド、ストールターン垂直に立てた金槌の頭が横向きに回転し、真下を向く様子に似ていることから名付けられた。垂直上昇から空中に静止し、そのまま真横に失速反転する。テールスライド垂直上昇姿勢から空中に静止し、そのまま元の経路を上向き姿勢のままバックして、後ろ向きに有事を描いた後、 垂直降下する9番88の字の軌道を描く曲儀。垂直方向ではバーティカル9番8と呼ぶナイフエッジ90度バンクした姿勢での水平直進飛行。水平飛行を維持するため機種はやや上に向ける。ハートループ縦中返りの頂点部分で背面状態から360度ロールし、再びループを継続することで軌跡がハート型を描く。 複数機の場合はもう一機がハートを貫くようにスモークを描く。本来は宙返り中にロールすることで周囲を確認するための空線軌道。垂直方向のハートループはバーティカルキューピッドと呼ばれる。デスティカタログでは各マニューバーがシンボルを使って記述されている。パイロットはこのようなシンボルを使って一連のマニューバーを事前に組み立てたり、 他のパイロットに直感的に伝達することができる。極技飛行を行うための飛行機は、極技機と呼ばれる。機体は、低翼式の主翼に逆 T 字の尾翼、固定式の耕着装置という伝統的な設計が多いが、翼型は頻繁な背面飛行を行うために、対象翼とし、近年では、複合素材や炭素繊維を多用した機種も多い。操縦系は軽量化のために、ケーブル式で、 飛行に影響しない装備は消火器など法律で定められた物品以外はスモーク発生装置だけという期待も多い。このため長距離飛行ではフライトコンピューターを使った航路修正が必須であるが近年ではアビオニクスの進化により軽量なグラスコックピットが登場しているため利便性の優先から採用している機種もある。エンジンは水力重量比は一を超える強力なモデルを 搭載することが多く、離陸直後に垂直上昇が可能なほか、プロペラ機では機種を上に向けたままカウンタートルクで機体をロールさせ、姿勢を保ったままヘリコプターのように対空する技もある。このような設計から、通常の飛行機では不可能な動作が可能となっている。エンジンが強力ゆえに、燃費は悪いが機体が軽量であり、ある程度は相載されている。欠点として、 冷暖房や余圧がなく、狭い操縦席で、ケーブル式の操縦計を動かすことから疲労が溜まりやすく、長時間の飛行には向かない。対策として、補助翼の下部に、スペードと呼ばれる三角形の小さな翼を取り付け、操作に必要な力を軽減させることもある。また、軽量に加えて意図的に安定性が崩れやすい、設計から風の影響を受けやすい上に、 エンジンも強力であるため、通常の操縦でも一定以上の技量が必要となる。軍隊では予算の都合で戦闘機や練習機にスモーク発生装置をつけただけの機体も多い。対空類別では技の種類について規制があり、制限なく曲技を行うには曲技への証明が必要となる。エアレースでも曲技機が使われるが、好成績を狙うためにより、 ルールに合わせて調整したエアレーサーと呼ばれる機体も存在する。変更点としては空気抵抗を減らすために車輪のスパッツ形状の最適化やウィングレットの追加などが挙げられる。ジェットグライダーによる極技飛行グライダーによる極技飛行も盛んに行われている。高度が下がっても上昇気流を捕まえられるとは限らないため。 長時間の演技を行うには一定以上の高度まで上昇する必要がある。このため、ビンチや自動車による牽引では足りず、飛行機による牽引か、モーターグライダーでの自力発行が多い。特に、ジェットエンジンを搭載したグライダーは、最上昇だけでなく飛行機に近い極技も可能となる。ラジコンも蛍光空気エアロバティックス及び、ラジコンも蛍光空気エアロバティックス種目も、 参照曲技飛行の大会として書きがあるエアレースの大会は当該記事を参照ありがとうございます。